日本の道路上でドライブレコーダーによって撮影された映像がタイで大きな話題となりました。なぜ大きな話題となったのか一緒に見ていきましょう。話題となった映像はドライブレコーダーで撮影された映像をタイの人気サイトが一本の動画にまとめて投稿した動画です。動画では横断歩道で停車する車とそのことに感謝を示す歩行者たちの姿が複数のケースとともに紹介されています。その美しい光景にタイの人々から感動の声が殺到し、多くの人がそこに日本の凄さを見出していました。警察庁が発表した交通事故に関する統計によると、2019年の交通事故発生件数は38万1002件で、前年比4万9599件減少しています。負傷者数は46万715人で、前年比6万5131人減となっており、最多だった2004年から15年間で大幅に減少しています。今回話題となった動画には多数のコメントが寄せられました。その一部を紹介しますのでご覧ください。海外の反応。横断歩道を渡る歩行者たちが感謝を示す姿が実に美しい。ああいう姿は見習いたいね。日本人はなんて可愛らしい人たちなんだろう。あんな風にお礼をされたら一日良い気分でいられそう。本当に可愛らしい光景だね。私も日本で暮らすようになってからは横断歩道の手前でちゃんと止まるようになったよ。実際に私も日本で体験してすごく印象的だった。歩行者が渡ってる時に車は絶対にちゃんと停止するの。質の高い社会で暮らせるのは本当に幸せなことなんだろうな。今日本で暮らしてる。この国の礼儀正しさが大好き。朝に先生たちが横断歩道で子供たちを誘導する姿を見るけど、本当に可愛らしい、安心する光景で大好きなんだよね。僕も日本で働いてから運転の仕方ってものを教わったよ。優先順位はまず歩行者ってこととかね。日本の道路が安全なのにもちゃんと理由があるんだ。一度渡ってから振り返ってお礼をしてる子供たちが大好きだ。素敵な光景を見させてくれてありがとう。私には衝撃的な光景だった。気遣いと思いやりにあふれた日本人の国民性が大好き。日本は本当にすごい。驚かされてばかりだ。もちろん完璧な国なんてないだろうけど、それでも日本のような国を羨ましく思ってしまう。私の感想。日本人の持つ気遣い、思いやりの精神は素敵な文化ですよね。その精神を子供が実践できるのが日本の素晴らしさです。ルールだからだけではなく、お互いに思いやりを持って日々を過ごしているからこそ、安全な国でいられるのだと思います。これからも思いやりを忘れずにいたいものですね。